い、坂本勉強します。あ、その前にその前にちょっともう数学がちょっとわからなくなってきた。ついに数学がわからなくなってきた。わからん。その前にですね、皆さんへ私からはい、とあるものを持ってきました。テスト結果発表。ちょっと待ってください。どこにありましたっけ。資料探しますね。 iPad の中にね、写真を入れてね。あったテスト、1学期期末ですね。はいはい、ずっとやろうと思ってた。はい、こちらにあるんです。ということで、保険情報が悪かったということで、点数でる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 、ダン54点。はあ、れ巻き返すので、次保険ですね。平均点55点、点数得点68点。はい、まあまあまあって感じですね。悪いの、歴史結構苦手なんですね。坂本さんは歴史苦手なんですね。平均点53点、私80点。素晴らしい、拍手。80点で、なんかちょっと悔しかったんですけど、科学、平均点55点、86点。素晴らしすぎね、さすがに天才すぎる。そして、はい、苦手と言ってた英語のね、こう論理表現っていう、何ですか、2つあるんですけど、読む方と書く方があるんですけど、書く方の英語が平均点52点ということで、その中で81点。英語で81はちょっとほんまに革命なんで、皆さん、はい、革命なんですそう、ライティングの方、まあ生物61点、平均点、94点。ついに90点台が出ました。94点。これかな、英語いこうか。英語平均点53点、87点。次国語いきましょう。国語苦手なんですね。苦手とか言ったら高いんですけど、現代の国語、現代文が平均点49点で、私86点。まあいいですね、86点。86点のはいいですね。現代、あ、次地理ですね。地理、ちなみに私の担任の先生は地理の先生なんですけれども、はいこう渡される時に、だから担任の先生やから、なんか順位発表していくんですよ。あ、1位坂本やったわって全員の前で言われたんですけども、クラス順位は1位でした。はい、クラス順位は1位だったんですけども、平均が56点、私点数85点。まあまあって感じですね。まだですね、国語、言語、古文ですね。古文が勉強しまして、平均点51点、平均点51点、89点。89点取りました、坂本。はい、まあ、数 A からいきましょう。数 A 平均点51点、じゃらじゃらじゃらーじゃん、95点。あー、95点、ついに来ました95点。なんか、そして一番得意な数1、なんか二次関数とか、なんか数1が一番好きなんですけど、そう、数1が、平均点53点で何点だと思います。数1なんですけども、数1は100点。イエーイ、100点取ったんだ、僕私100点取ったの。100点でした。ということで、数1が100点ということでですね、まあ100点なので1位ということで100点なんです。ちょっと100点はすごくない？で、1学期の中間も期末も100点やって、そのもう1学期の数1完璧ね。はい、学年主教科と言われる5教科は、学年2位。ちょっとくらー2位かみたいな、あーまあまあまあみたいな、まあまあみたいな感じで、まあ2位ということで、学年2位でした。2位でした。実はそうだったんです実は賢かったんです、私は。はい、賢いっていうアピールをした後に何も問題が解けない坂本でした、はい、こう見えて1位です。こう見えて1位なんですけれども、問題が解けなかったので、はい、公園行ってきます。次世代メンバーだけなのでね、頑張ってきますよ。ありがとうございました。バイバイ。